当時小学生だと思うんですけど、歩けば近所の子たちに心ないことを言われたりとか、私は日本人なのになんでそれを、なんだろう、生まれた土地で認めてもらえないんだろうっていう考えがすごくありましたね。バスケットをやっていて本当に良かったですね。やってなかったら多分もっとこうシュンとなってたかもしれないですね。中学生の時にアンダーカテゴリーで日本代表に選ばれたんですけど、その時はまだガーナの国籍だったので日本の国籍を取得しなきゃいけなくて、なので家族全員で日本国籍を取得するっていうことで、自分をこう優しくサポートしてくれる人たち、そのおかげでバスケットがこうやって今できてる。高校生の時に、なんだろう、真剣にバスケットに取り組んだっていう瞬間が自分の人生を大きく変えましたね。バスケットを通して自分が学んだことは、チームがピンチの時、自分をこう出していかなきゃいけない時もある。バスケットをやり始めると急に熱くなったりっていうところがあったりするので、ここでこうチームの雰囲気を、もうちょっとチームが落ち込んでる時は絶対に自分がこう盛り上げるんだっていう気持ちでずっと、なんだろうな、バスケットやっていますね。日本人の誇りとしてこう日の丸を背負って夏の大会出たいっていう思いもあるし、準備はしてます。